どうもゲームウィズの山田です。ポケモン GO リリースされて、まあ、すでに1ヶ月半ほどですか。図鑑まだコンプするのにこいつがいないよとか、これどこにいるんだよとかっていう声をツイッターとかでよく見るんですよね。そういう風に今ゲットできてないポケモン、これこそが本当のレアポケモンなんだと僕思うんですよ。ということで今回私山田ツイッター上でアンケートを取りました。皆様が図鑑コンプのためにどのポケモンで詰まっているのか、こちらの方のアンケートを取ったところ、なんと1100を超える投票をいただきまして、今回そちらの結果からランキングを作りました。本当のレアポケモン図鑑埋めを阻むポケモンランキング、それでは第7位の発表です。デカ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 、ベロリンガ。こちらですね、ベロリンガなんですけれども、5キロ卵からゲットできて、かつ、まあ、巣も、初期ですね、リリースされた初期は、発見報告があったんですけれども、かなり今少なくなりました。初期にあったベロリンガの巣が、まあ、そもそもなくなってしまったのと、あと5キロ卵からいくら割っても出ねえんだっていう方、非常に多いです。ちなみに、山田ですねのリアルな友達がいるんですけど、ベロリンガがゲットできなさすぎて卵ずっと割ってると。で、ベロリンガが出てくる前に、卵500個割っちゃったよという人がいます。未だに図鑑コンプできないそうですね。まあ、彼の場合はちょっとあまりにもついてなさすぎっていうのももちろんあると思うんですけれども、まあ、出にくいと。第6位の発表と参ります。でか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 ででん、カビゴンですね。はい、こちらカビゴンからね、この辺からすでに100票集まってるんですけど、まあ、わかります、非常にわかります。レアポケモンかつ、ポケモンとして単純に性能がいいから欲しいんですよ。欲しいんですけれども、まあゲットできない。野生での発見報告は以前よりはかなり増えました。リリース当初は本当に見ないポケモンだったんですけれども、今、都内でももちろん発見報告増えましたし、全国的に以前よりは湧きやすくなりました。とはいえやはりゲットしにくいポケモンという認識は皆様の中にあるようです。卵からねゲットできた人の方がもしかしたら多いんじゃないですかね。続きましては第5位の発表です。デケ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 デデン、ベトベトン。いやー、これはね、人によっては意外だなって思う方もいると思いますし、人によってはいやもっと高いと思うねっていう方もこれいると思うんです。これね、ベトベトンが、ま、野生で一応出るんですよ。ただ巣って言われるものが本当に少ない。で、巣じゃないところで湧く数、これも本当に少ないんですね。で、ベトベターまではまだいいんですよ。ベトベトン、これを作るために飴が集めきれないよと、あと何匹のベトベターを探せばいいんだと、ゲットすればいいんだというふうに途方に暮れてるユーザーさん、これ結構多いですね。先ほどのカビゴンよりも、これ難民と言われる方ですね。ベトベトン難民、報告よく聞いてます。ランキングもっと上位に位置するレアポケモン、これの方が出にくいんですけども、これは結構その発見ここでは湧きやすいよっていう固定の場所がいっぱいあるので、もしかしたら作りにくさ、ゲットしにくさで言ったらベトベトンの方が、ベトベトンの方が上かもしれませんね。第4位はデケ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 デデン、ラッキーですね。はい、気持ちよくわかります。山田も結構最近までゲットすることできませんでしたね。卵から取りました。このラッキーなんですけど、第6位で出てきた、カビゴンとか、さらにその下だったベロリンガとかみたいに、発見報告がそもそもやはり少ないレアポケですね。で、これではここでは出やすいですとかっていう場所の報告はありますが、まあ1日出ないことももちろんありますよと。どこどこに湧きましたよって言って行きました、24時間待ったよ、出なかったよ、もういいや帰ろ、翌日めっちゃ出ましたとか普通にあるんです。ラッキー。まあ、ただラッキーの今唯一の救いと言いますかは、この子自体はそんな強くないってとこですね。だからゲットをそのしなくてもバトルとかでは困らない。ただ図鑑コンプ勢は、まあ、全然ゲットできなくてやきもきするみたいな、そういう存在ですね。まあ、山田もラッキーはね、ほんと卵で出て本当に良かった。もうあれは本当良かった。気になる方はよかったらそっちの動画を見てください。卵3連割以下なんかでやってますね。
サムネに紙引きって確か書いてありましたね。あのもしよかったら見てください。みんなが選んだガチのレアポケモン、ゲットしにくいレアポケモンベスト3に参りましょう。それでは第3位、デケ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 デデン、プテラ。プテラでございます。はい、これもさっきのラッキーと分かる、ラッキーと同じく分かる、ほんと分かる。よく卵で出てくれたよ、ほんとに。あ、自分はね、あの卵で出しました。あのツイッターの方ではね報告させていただいたんですけれども、あのね、ノラでは無理だった。神奈川の神大岡とかね行こうかなと思ってたんですけどね、まあ、一回行って負けて、ゲットできなくて、まあ、やっとゲットできました。湧きますよっていう報告も、これもありますね。有名なのだと渋谷が結構有名だと思います。渋谷だと発見報告あるよ。あとお台場ももちろん出るんですけど、あとはまあ関西の方ですね、肉と天保山ですね、これももちろん出てくるよという報告があるんですけれども、結構そういう主要な、もともとレアポケが湧きやすいポイントっていうところで、発見報告があって、そうじゃないところではもう全然ないみたいな、そういう状況に今なってきているので、まあゲットできないよねっていう気持ちはよくわかるし、山田もかなり後半戦でしたね。ゲットできない142個今国内でゲットできるんですけども、その141匹目でした山田はね。第2位のポケモンはデケ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 デデン、ポリゴンですね。いやー、これね結構意外でした。というのもポリゴンって5キロ卵でも出るんですよ。だからベロリンガと実は枠は同じなんですよ。だからベロリンガとかベトベトンとかと同じラインに並んでくるのかなと思ってたんですけれども、まあ、今回のアンケート結果としてはなかなか、捕まらないよと、得票数的にはもう第2位になりました。こちらのポリゴンなんですけれども、まずそもそも巣はありません。巣と呼ばれているところはありません。かつ、湧きやすいと言われている場所ですねが、数少ないですね。これもプテラと同じようになかなかないですね。いや、プテラより少ないですね。東京で湧きやすい場所というふう、東京でポリゴンをもしも捕まえるならば六本木しかないって言われてるぐらいのレベルなので、で他の地域ですね、でもレアポケモンが湧きやすいところだったらもちろん出る可能性はあるんですけど、全然出ないです。あ、ちなみに、東京で、まあ、レアポケモンの宝庫と言われているお台場ですね。お台場、もちろんラプラスは出ます。プテラもラッキーも出るんですよ。ただし、ポリゴンだけは本当に出ませんでした。何回か僕通ってるんですけども、一度しか、見てませんし、お台場でポリゴンゲットしたよって報告は本当に少ないですね。個人的にはかなり意外な、ランクインでございました。ポリゴンが2位です。みんなが一番困ってる。ポケモン1位ですね。もう薄々分かってると思います、正直皆様ね。みんなが困っている第1位はデケ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 デデン、ラプラス。やっぱそうだよね、分かるわ、すげえ分かるわ。俺もだもん、俺もないのラプラスだけが。だからやるんだから、もう張り付くんだから24時間。ああもうね、これはね納得の1位ですわ。ということでね、こちらのラプラスですね、ツイッターやあとは動画のコメント欄とかですね、見ていると、いやラプラス手に入ったよっていう方いると思うんです。よく考えてください。今回のアンケートの集計結果なんですけども、ツイッターなので無作為に日本全国の方から選ばれております。日本全国ですよ、いいですか。ラプラスの発見報告が固まっている場所は海沿いなんです。つまり海が近くない方はゲットするチャンスがそれだけで少ないんです。かつ10キロ卵ですねからしか出ないと。もうそんなのね、鼻からゲットしやすい人が少ないんですよ。まあ、ポケストップが少ない地域の方はそもそも10キロ卵をゲットしにくいで、海沿いじゃない方はそもそも自分の県とかにラプラスが湧かない。じゃあどうする、遠出するしかないんですよね。海沿いに行くしかないんです。ラプラスの発見報告ある場所に行くしかないんです。つらい、そりゃつらいですよ。自分もだって海沿いに通ってますからね、ほんとラプラスのためにもう6連敗ぐらいしてますけど。ということで、まあ納得の第1位ラプラスでございました。ほんとね、今回ね得票、まあ、今回票入れてくれた方々ですねには、このレアポケモンたちぜひゲットしていただきたいです、ほんとに。いやー、特にラプラスね、特にラプラスということで、まあ山田ね、
そんなラプラスをねちょっと24時間ゲットするためにちょっと今週ですね、今週の、土曜日から、日曜日までちょっとお台場に張り付こうと思っております。まあそちらの動画ね一応作っているので見てる方もいらっしゃると思うんですけど、9月の10日ですね、今週の、土曜日9月の10日の朝10時から、9月の11日の、朝10時まで24時間、私お台場にラプラスを捕まえるためだけに張り付こうと思います。もしもこの映像を見てるラプラス難民の方いらっしゃいましたら一緒にいませんか、一緒にちょっと張り付きませんか。24時間いたらさすがにゲットできる気もするんですよ。むしろそれくらいしないとねラプラス難民は救われないと思うんです。卵はね期待しちゃダメです、あれからはそうそう出ません。ということでね、ちょっと私もね残りの1周ラプラス第1位取りました、ラプラスをゲットするために頑張ろうと思います。ゲットできてない皆様もぜひ頑張ってください。そして2位以下だった、ポケモンのゲットに今奔走している皆様も本当頑張ってください。みんなで図鑑コンプしましょう、国内図鑑コンプ目指しましょう、そして伝説のポケモンとかトレード機能を待ちましょう。来週ポケモン GO プラス発売ですね、ちょそれもねちょっとやろうと思います動画ね。こちらのね山田チャンネル他の動画とかも今後やっていこうと思っておりますので、もしよろしかったらチャンネル登録お願いします。また、山田ツイッターもやっております。もしよろしかったらねツイッターの方フォローお願いします。レアポケモンの発見報告とかもねそっちの方である程度発信しますし、ただポケモン GO 関係ないゲームとかの、ツイートとかも、それもちょっとさせていただいてますので、その辺はちょっとご了承ください。ということで、皆様からのね、得票で今回動画作ることができました。ご協力いただいた皆様、本当にありがとうございました。それでは、今回はこの辺で動画終わろうと思います。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。